アメリカのシンクタンクがロシアが実効支配するウクライナのヘルソン州東部の防衛体制を分析しロシア軍はウクライナ軍がドニプロ川を越えて反撃に出る可能性があると見ていると発表しましたアメリカのシンクタンク戦争研究所は27日ロシア軍が実効支配するウクライナ南部ヘルソン州のドニプロ川東岸の戦況分析を発表しましたレポートは ロシア軍の戦況の見立てについて記されドニプロ川西岸を奪還したウクライナ軍が川を渡り東部で反撃を仕掛ける可能性を想定していると分析していますウクライナ軍の反撃によりクリミア半島とウクライナ本土をつなぐロシア軍の兵站性が脅かされ連絡経路が断たれることも危惧しているということですまたウクライナ軍がドニプロ川を越えることを阻止できないと見ていて ロシア軍はヘルソン州東部の防衛に力を注いでいるとも指摘しています。